空間ラジオ、はいどうもマノチです、よろしくお願いします。あのさ、この前ね、俺マグカップを買ったんだよね。あの蓋付きで、冷たいもの入れたら冷たいまんま、あったかいもの入れたらあったかいまんまみたいなマグカップを買ったわけよ。でね、すごい機能を発見してしまったんだよ。あのね、ペプシコーラを入れて、まあ、飲んでたのね。うん。で、まあ、蓋して飲んでるわけじゃないですか。蓋したまま飲めるからね。うん。で、蓋のちゃんと封をパッて閉めて、で、寝たのよ。うん。マグカップにコーラが残ったまんま寝たの。で、朝起きて、飲んでみたの。そしたらね、気が抜けてないんだよ。炭酸のシュワ感がね、残ってんの。完璧ではないよ。完璧ではないよ。もちろん若干気が抜けてんだけど、若干さ、これすごくない？だってこれさ、蓋付きじゃなくて普通のマグカップにね、ポンと入れといたらもう簡単に気なんて抜けるからね。うん。これ蓋することだけ、たったそれだけで気が抜けないの。これすっげえと思って、その話をしたかったんだ。終わりだよ。またな。